皆さんどうもこんにちは、イノシシブルファンゴです。本日から12月3日に発売されたイモータルズフェニックスライジングの攻略動画を配信してまいりますので、よろしくお願いします。今回はスタミナがマックスの馬の発生場所をご紹介したいと思います。馬や鹿などに乗ることができる今作ですが、その辺にスポーンする動物はスタミナが4つ分しかないものがほとんどです。今回ご紹介する馬は角も生えておりますので、おそらくユニコーンで、スタミナも12本ありますので、長距離を走ることが多い今作では早めに入手しておきたいですね。なお私はすでにメインストーリーをクリアし2周目に入っておりますので、攻略方法がわからない迷宮やパズルがございましたら、お気軽にコメント欄にてご質問ください。それでは参ります。まず冥界の門から真西、永遠の春の谷にあるマップ黄色ピンの場所に向かってください。そこには湖があるのですが、付近にある象の周りをうろついているので、しゃがみで近づきテイムしましょう。これでスタミナマックス馬ユニコーンが入手できます。いかがでしたでしょうか。この動画が良いと思っていただけましたら、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。それでは皆さん、次の動画でお会いしましょう。バイバイ、またねー。